いや本当かゆいんだけど、やばい、なんかやめな、かいちゃダメだよ、かいちゃダメ、ストレスで首がめっちゃかゆくなってる最近、ここ1ヶ月、それまでアトピーとかなかったんだけど、ああ本当に今仕事忙しいのね、いやこれだよえっと俺との実況でまさか体がもうなんか皮膚がゾンビみたいになってきてただれてるじゃないですかリアルなんだろう、実況じゃないのかも。じゃあ今日ん実況じゃないね、何この部屋かもしれないいや この家来るたびに悪くなっている気がするんだよ。そんなわけないじゃないですか、だって別にジジイお前も首元かいてるぞ気づいてないかもしれないけど、ええそんな、えうわぁ違う地獄部屋か俺の部屋、怖えぇ、何なんだ一体、呪われた、いや羅生門により呪われた。じゃあ今日から羅生門やっていくか、やっていきましょう。羅生門早く終わらせないと俺全身がもうただれてくるからもう確かに10年やってますからね、この実況10年もやってたらまあそうだよな、10年目の8月で選挙はね、10年っつうと長かったね。七子さんは僕はあれか、ん18、川の中で溺れかけて死にかけた時、そう、それちょうどそれぐらいの時です、ね、それだよね、10年前っつったら俺もあれだな、うん、あのちょうど向けた時だないや、現に言わなくていいよそんなことやめなさいよ。何がえだ、向けたとか 言っちゃダメよ、別に子供も見るんだから。いや男として一皮向けた時だ。そう、どんな時それは、えそれはどんな時よ男として一皮向けた時ですか、うん、あごめんなさい、なんかちょっと俺が勘違いしてましたね。あの目つぶってシャンプーできるようになった。いや男のハードルが低いわ男のハードルが低いあとお母さんそこにいるよねって言わずに一人でトイレ行ってたそれ10年前なんですか。あれは本当男として、あ男らしいっす、先輩一皮向けたからな、男前ですよ。ナムさんまだトイレの時お母さんにそこドア開けているよってちゃんと言ってもらってんの、ね、そうですよあ、お母さん、あいや、そういやめろいや、でも今でも俺トイレするときにお母さんそこいるよねって言ったらお母さんの声がいるよって聞こえてくるから、それが怖くてうんこできないそれが怖いんだよ一番。まだいじってよくねえぞ早く解禁してくれさあ、なんだっけ、この羅生門という町をですね、うん、どんどんどんでかくしてきたわけですけれども、もう最終段階よ。そうなんです、いよいよね、我々のこの町ですけれどもレベル4まで来ました、うん、でおそらくこのレベル5が、もう最終段階、最終段階でしょうということで、今日そこを目指してクリア目指してやっていきたいなと思うんですけれども、あれ見せてよ、クリア条件、クリア条件見よっか、星5条件、どうした役場だっけ、町のランクアップはイベント開催数はもうクリアしてんだよね。博物館建設もそんな難しくないと思う。いやもう一発よそんな、うん、ただ街の人気も大丈夫、月間収入7万ゴールドがちょっと半端じゃないということで、とにかくお金を稼がなきゃいけない、そう考えた、七子市長、市長なのか村長なのか、七子村長はなんと、カジノを乱立て乱発しました。ここをカジノと見せ物小屋と、うん、花屋を建てまくって、もう歓楽街に出た町の西側を歓楽街にしまして、これ七のミックス経済の矢、三本の矢、三本の矢、カジノ風俗サーカスすごい驚愕的な、人の欲望にこうつけ込む形でお金を稼いで、それは国会前にデモ出るわって感じ、うん、で、住民は全員この東側に押し寄せましたね。そうだな、ここにこっち風向き的に工場の煙が全部こっち来る、ね、あとみんなから日照券の件ねめちゃめちゃ文句言われてるけど、そうだよね、あれそうか、こっちから日が昇ってきて、そうだね、うん、本当に日当たり悪いですね。そんな町羅生門、皆さんよろしくお願いします。スラムみたいになってるからな。さあ、じゃあちょっと忙しいはずなんだこのゲームは、どんどんクエストをこなしていきつつ、とにかく7万ゴールドを、あこれ、あ今ちょうどクエスト中か、あっていうかちょっと人出すぎじゃね、なんか忙しそうだよね、うん、あれは博物館先建てちゃったら、建てちゃうのかな、博物館、博物館、博物館の効果見て、へえ
ちょっと待ってね、博物館ってどうやって建てられたの？なんかあれか、マッチポイントが足りなかったのか、買ってないってこと？政府の購入で買ってないわ。ね、まだね、シチュー屋と焼肉屋さんと雑貨屋と花火屋、花火屋、風車、博物館、まだ建ててないですね。そうなんだ。ちょっとしばらくマッチポイント建てることでしょうか。まあ、そうね。あと倍いるってこと。あと風車とかってなんだろうね。花火屋とか。あ、でも武器が上がりそう。あれは博物館は結局効果なんだったの。博物館はね、なんかこれすごいじゃんけ。何かがすごい。何かがすごい。何かがわかんねえアイコンが2つ並んでる。何かがすごい。そうか、じゃあ学校とかもただ金を稼ぐだけじゃなくて、うん、何か人を鍛えたりするんだろうね。ほら。そうだね。ただまあこの辺めちゃめちゃ赤字だな。なんでカジノのすぐ、あ、違う違う、学校の後ろにカジノ建ててんだろうね。ねえ、この羅生門って町さ、うん、教育いらなくね。いや、子供たちにね、やっぱそういう教育を与えること自体はやっぱすごく大事なことと言いますか。うん、え、本当？出直す、じゃ継続しよう、頑張ろう、頼む。初めて失敗したかもしれない、クエスト。そうだな、敵にやられまくってんだね。いや結構ヘビーなクエストだったんだね、これ。まあちょっと俺たちはみんなが行ってる間にちょっと町の建て方について考えていかないと、うん、学校潰そうぜ。子供たちに与えるべきは教育じゃなくて仕事じゃねえのか。煙突掃除させた方がいいじゃん、いっぱい家だってさ。やめろおい、働かなかったら無知で叩こうぜ。本当の思想だと思われるからやめろ。ギャグやがな。ギャグにすな。てかなんかサーカスアホみたいな利益稼いでるね。ほら、あ、すげえ。やっぱこの住民が血に飢えてんだろうな。これサーカスじゃなくてコロシアムなんですか。そうでしょ。あの奴隷がライオンと戦うところでしょ。そうなんですよ。なぜかと剣術道場もうちの基幹産業の一つですからね。そうだよね。ここらで鍛えられて、うん、まあ中にはかなりあの貴族並みに稼いでる奴隷もいたっていう話だからな。ね、コロシアム知識が明るいんですか。でここの店物、うわー、大衆バーとかすげー利益。 あのさ、うん、あの馬にさこうつなげる馬車みたいなやつでタイヤの横に刃がついてるやつ、うん、あれアイテムでない？ないわ。あ、でもあの虎はいますね。あ、そう、うん、あ、ほんと、じゃ あの地下からせり上がる装置作ろう。ちょっとあのみんながモンスターにさ戦ってるせいでさ誰も買い物に来てくんない。あーっていうかちょっとモグラ多すぎん、敵、うん、これ継続する、結構やられてるよね。アイテムで回復できんじゃなかったっけ。ちょっとやばいね。でも中止するとさ、ちょ追加で3回以来でしょ、みんなに倒してくれ。あ、パティヒコ、うん、ヒゲージ、うん、みんな来て、みんな来て、アンジョリーナ、じゃ松村だ、行け。これで今行ったのかな、回復回転プレゼント、君が頑張って倒して、チェンライライ、こんなんいたっけ。みんな頑張って、いや割と新人だと思う。松村ポックリに回転プレゼント、こんな苦戦するかね、やば、いきなりね、これやばいね。あの次なるドラゴン来たらちょっと瞬殺されるんじゃね。そう、どうした、あとあと何匹いるんだ、結構ライフの敵残ってるぞ。回復回転プレゼント、みんな頑張って倒して、倒して、超ギリギリだけど、はい、モンスターあと5匹、あと5匹、あと5匹、さっき何匹だった、さっき7匹。強っ、やば、これクエスト、あ、まあそうか、イベントなのか。ちょっとでもここで中止したらね、またいや、もったいもったい、ゼロからでしょ。あ、これ以上参加できませんと。あれか、ちょレベル低いやつらが参加しすぎてたのか。ああ、そうじゃないの。チェンライライなんかあいつ一発で持ってかれるでしょ。来たばっかりやもんね、確かに。うーん、うん、このな、戦ってダウンしてる間全く経済が回んないからな。いや、初めてこんな状況に陥った。そうだよね。
この金の歯車たちをさ、龍谷大のロドリゲスをちょっと龍谷大出身の私立龍谷大ロドリゲス私立のロドリゲスとスポーツ推薦の、うん、あとあの大手門のドン梅五郎に回復大手門のドンって大手門って知らない？うん、え大学大手門大学なんかあんの？あるよ。ないか、ないないです。諦めんなよ。いや、お先輩が言うんだったらそうなのかもしれない。あれ、あれ今勲章中ですって、今勲章あげてます。戦ってる最中に呼び出して。そうだよね。政治家ってそういう時あるよね。今コロナで忙しいっつってんのに医者呼びつけてさ、いや視察しに行くみたいなさ、今を彼らにあの覆面にこういう勲章授与して、君は頑張ってるよってことで。政治家パフォーマンスばっかしやがるから、ほんとくそ。さあこれで戦えるだろう。お、ああ勲章も授与したんだから倒してくれないと困るよ。ちょっとじゃあね、今のうちにアイテムもどんどん買いに行かないとだね。で、壺でどんどんアイテムも生産されてるでしょ。それもそうなんだけど、ちょっと普通に回復アイテムも買ってあげないと、みんなが倒れちゃう。はい、お、お、はいはいはい、ありがとう。おし、そりゃいいんだけど、パティヒコだな。パティヒコ生き返って、お願い。騎士か。うわあ、そっか、あの神抜髪のババがいねえんだ。ムクロ抜髪何してんの？ムクロ抜髪ババどこにいんの今？今死体の髪抜いてんの。今死体の髪抜いてます。くそ、そんなクエストあったっけ。やべえ、勝てねえ。あと、いや5匹、まだ5匹じゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだよ。ちょっと待って、ちょっと見てて、倒すからちゃんと。あれだな、ジジイのさ、うん、七子さんの能力、政治高いけど軍事低いタイプ。もう次以降あの軍事に特化します、うちの。こんなに戦えないと思ってなかった。あの話し合えば分かってもらえると思ってました。あー、優しい外交の持ち主。でもそうじゃなかったんだ。軍事力には軍事力で。結局はね、刃交えねえと伝わんねえから。あと何匹が相手だって人外だろ。どんな感じ、どんな感じ、しまった、よし、あと4匹。あ、そいつも死ぬ。左下もあれ、松村ぽっくりが頑張ってくれてんだ。よし、倒した。よし、お前何休んでんだ、セニョリータ牛込め。戦え牛込め。頑張れ牛込め、頑張れ牛込め。おい、パティヒコ、お前何回回復やったら気が済むんだ。頼む。ちょっと効率悪いな。あ、でもあの畜生があと2匹だな。ドンドンドン、お前がエースだ。ドン頑張れ。ドン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 、ドンドンドン、ちょっと今くだらないこと言おうとする。ババ死んでね。あ、お、倒した。あ、モグモグ大発生。これめちゃめちゃきつかったな。数が多かったのかね。なんだこれ、ダウンの数半端じゃないぞ。てかあれじゃない、レベル1をやっぱり上げちゃったから。お、ちょっともっとみんな強くしやんとあかんな。商人マックスになったから、うん、騎士かな、騎士にしよう。いや結構苦しい冬の時代でした。魔法使いとか僧侶とかいないの？全員棒で叩いてる感じだじゃん。確かに。あ、松村ぽっくりが魔法使い、魔法使いになったから。いや君は魔法使いでいいよ、じゃあ。え、ああそう。でこれで魔法使いみんななるようになったから。ああそうなんだ。それでちょっと魔法使いを増やそう。やーべえ、なんか変なのが。おお、ちょっと何何これ、何何。じゃ一人残された。ぐっすりじゃねえんだ。おかえり。やっと経済が動き出した。お、古代の宮殿ですって。でもさ、ちょっとメンバー強くしないとこれなかなか効率悪いよね。どうしたら強くできる？多分冒険者にプレゼントとか全くしてなかったから、そろ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 みんなレベルアップしていく必要があるんだろうな。なるほどね。ちょっとしばらくはでもみんな経済回してもらわないとマジで苦しいから、うん、マジでお金が回んない。あ、回ってきた回ってきた回ってきた。みんな何かに金を使ってる、みんながみんな。ちょっとお金回ってきたところで申し訳ないんだけどさ、へえ、
眠くなっていいじゃん。なんだよマジで。いやー、ねー、本当に。なんなの？いや、あの、止めないですよ。やりますよ。いやいや、あんたが眠かろうがなんだろうがやりますよ。あの時計仕掛けのオレンジみたいなさ、あの装置使ってなんだ、触ってないからなの、それともあの延々とモグラ戦ったからなの、ここからはかもな。ここからはモグラじゃないからさ、街をやっぱこう一気にガバッと変えたい ね、街を動かしていくからさ、今日クリアしようって約束したじゃない、あなた今年やクリアするってたくさん面白いこと言うってあなた約束したじゃない。そんな約束したか。おい、忘れちまったよ俺は。変わっちまったな。もう今度なんか変なに倒されてるし、どうすりゃいいんだこれ。敵がさ、やっぱガンガン強くなってるから。そうなんだよね。あれか、でも訓練場とかって強くなんだっけ味方。まあまあちょっと確か攻撃上がったりとかしたはず。なんかでも効率悪いっていうか、収益の割に、うわなんかできてる。それが秘密の遺跡だ。うん。ちょっとやばい、みんながいじめられてる。どうしたらいいんだ。助けて。消失する？あ、なんかボヒ。これイベントでもないよ。普通に倒されてる。え、これ普通のモンスター？普通のモンズなんですよ。それで今こんなことなってんの？一応一匹は倒した。だってドン梅五郎とか俺たちのさ、うん、エースよ。もう武器ガンガンいいやつあげちゃいなよ。そうしよう、ちょっとそうしないともう持たなくなってきちゃった、うん、とりあえず、うん、で負けたやつ傷薬すぐあげちゃいなよ。うん、いいっしょ。いい。でヒゲ団子とか、まあ、戦士とかどんどんさ装備さアップグレードした方がいいんじゃない？どう？うん、いい？いい、いいですよ。でなんか活躍してるやつらにはもうガンガン、メダル、うん、あげちゃえばいいじゃん、うん、どう？いい？いいよ別に。あと眠くなってきたからちょっと横になっていい？うん、ダメです。流れでいけるかと思ったんだよな。おい、なんだその交渉術。そんな小尺なもの、小尺な交渉術手にさせた覚えないですよ俺は。やっぱ俺ネゴシエーターとしてさ、こう交渉に長けた男になりたいの。ね、じゃあまたにしますか。ちょっと作戦練らないとな、しかもこれ。いや全然そんなことないですよ。普通にプレイしていいけど、おめえが眠たいだけだよ。その作戦のせいにするのやめてください。なんかさ、これちょっとこのままだと、うん、街の犠牲が多すぎんな。一回立て直した方がいいな。いや全然立て直す必要ないですよ。普通にプレイしていったらいい話ですよ。これはこれ以上俺血を見たくないんだ。いやいや、あのただ目閉じたいだけですよ、それは。ちょっと待ってね。うん、街の人たちの苦しみ、姿を見たら、ちょっと考えさせてくれ。ちょっと横にならせてくれ。寝ようとすんな、マジで。寝ようとすんな、おい。もういいよ、もう今日ここまでや。おめえが眠たがってっから。またな、みんな。だくならもさ、ひどいな。いや、俺は町のことを第一に考えてんだよ。なんなん町のこと、ちょっと、まだ進めた方がいいんじゃないの。はい。なんか、じゃあ進めるんだったら、ちょっとなんとか回復しないと。そうなんだよな。本当じゃないな。一応倒したのか。アイテムのこれの購入も必要なんだけど、それ以上にみんなにアイテムをプレゼントしないといけないから、こういう特にもう全然触ってなかったメンバーとかにパワーアップアイテムをガンガンプレゼントしないともったんな。ブドウギあげたりとかして、んで、いやちょっとお金かかるけどグレートアックス買っちゃうか。先輩どう思います？寝てる。おい、寝てるやんけ。おい、俺が寝てると思ったか。あれ、パッ、起きた。メニュー開いて。はい。イベント。あ、はい。イベント、イベント、クエスト、クエスト、行事、行事、うん、イベント開催、イベント開催、はい、でここでみんなで訓練。俺の言う通りにやってくれ。そうすれば全てうまくいく。
回か、それ。そう、そうすると全員攻撃力体力上がる。これであのキノコは倒せる。チェックメイトだ。ちょっと寝てくるわ。ちょっとあのゼロ点のやめて、ゼロ点の下り作んのマジで時間かけてさ。あ、でもどうよ。いや、できたんだけど。お前はタイミングが悪いよ。成功したみたいな感じ出すな。よし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 。まあじゃあ、とりあえず。やっぱりさ、タイミングって、俺のこう、政治がだんだんこう。いや、あんた政治がいいんじゃない、タイミングがいいだけなんだよ。みんなもっとカジノ使ってな。タイミングよ。みんなもっとカジノ使ってくれ。知らんけど。せっかくなんだから。カジノが意外と儲かってない説ある。いやいや、単純に人が来てない説、この町に今ずーっとみんな、ああ、まあね、この門図に明け暮れてたから。でも普通の門図、おお、でも強いじゃん今。 A で一発だったで。ちょっと待って、ああ、まあそうか、どうしたさ。いやいや、よし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 。なんでみんなこんなし払ってくんないんだろう、税金。なんだろうな。うわ、出た、これやばいんですよこいつら本当に。ほらやばいんだって。こうちょっと一回見ましょう、見守ろう。何がまずい。いや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 、行った途端に無理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 、倒せないよそんなんじゃ。ちょっとあのキノコに向かわせるのは危険じゃないか。どうすりゃいいんだろうね。あと税収全然ないやつは何してんだ。生活保護受けてんのかあいつら。セニョリータ牛込とか、うん、あのさ、遠くから攻撃してくんね。なんで近くに行くのみんな。弓兵がいないんじゃない。いたいたいた、よしちょっと攻撃してる攻撃してる。やーべー、いやー、もう一発でカウンターで持たねーなー。いや、こっからさ、みんな強くしていくの結構マストだと思うんですよね。なんか削りはできんだね、うん、ガシガシ。防御が足りない、守りが足りないんだよきっと。じゃあ守りアイテムがあんまなんだよ。冒険者にプレゼントしていこう、うん、でもこの辺の龍谷ロドリゲスとか、お前そんな素肌で戦ってたの。マッパで斧だけ持ってる。マッパで斧化け物じゃねえか。あげるよ。ごめん、なんかお前のその格好に騙されてたけど、お前何も持たさるものだったんだな。そうだね、あれが地肌だからな。あれ地肌龍谷はややこしい。言ってくれよ。同級生に肩パンされまくって全身青あざだらけ大出血でこうなってるだけだから。お前ややこしい、言ってくれよな。そういうの気づけねえんだから俺たち。先生言ってくれないと分かんないぞ。お前らのこと興味ねえんだやめちまえ教師。お前教師やめろ。だこういうことなんだな。だから足りてないやつらにいろいろ、まあ覆面ナオトとかにプレゼントするのもちょっとまだ早い気もしないでもないが。でもチュンライライもさっき一発でやられてたからな。そうなんだよね。あとチュンライライは奈良子さん好みでしょ。そうなんですよ、チュンライライ可愛いから、グレートアクスあげよう。いや、えー、ライライ格闘家じゃないのこいつ。お、感動した。使わせるでしょ。あー、弱えやっぱり。弱いな、やっぱな。まあ、武闘機でしょ。うん、まあ、純来来なんか成長待ちよ。あ、そうなんだ。うん。奈良子さん成長しても大丈夫なんだっけ。あ、でもやっぱ成長する前のやっぱ一番ね、あどけない時が一番最高ですよね、やっぱね。だから、お前やめろやめとけ。古びたはあんまり強くないんだよね。バンダナでいいかな。あー、そっか、持って買うやつは値段が表示されて、持ってる余ってるやつは。そう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 、そうか。いや、七子さんのチョイスの仕方でさ、うん、とりあえず高いものはいいもんだってやつさ。いや、結局でも高いのプレゼントしてるよ、もうこういうゴールドアーマーとかさ。そんなのやってたっけ。いや、だからね、結局死なないのが一番大事だから。いや、でもこれ別にさ、このなにわ北太郎とか戦いに参加してもどうせ倒せないもんな。だったらこっちでサポートは、こういうさ、邪悪な帽子とかプレゼントしてあげようよ。そうするとどうなる。したらめっちゃ強くなるはず。見ててみ。
トントン、おお、トントントン、おお、全体的に、あ、冬をみんななんか能力とかをさ一望したいよね。正直よ。あ、そうだね。これちょっと見にくい。あ、こうだこうだ。こいつ弱えな。こいつ誰だ。亀次郎こんな良かったの。亀次郎結構最初からいいんじゃん。これ転職させよう亀次郎。ああ。てかあと武器も弱いんじゃないの装備も。先輩。最初ん気づいてる？ちょっと眠気なくなってきたんじゃないですか？いやめっちゃ眠い。よしお前魔法使いや。そうしよう。魔法使いは多分ね多少いた方がいいんですよね。うん。ちょっとは起きて。いやちょっとね本当やばくなっちゃった。おっしゃあと3分だけ頑張る。よし。亀次郎が死んだらじゃあ。で亀次郎に亀次郎の装備今貧弱だよ。最初の方に来たからさ多分普通に渡してそんなこともないぞ。そうだけど結構いいの装備してるもん。盾とかあんまりじゃなかった。でも武器いらないからマジックロッドプレゼントして、もうとにかくお前は魔術や魔術魔術を鍛えろ。で防御はすごい大事だからヒートテック、ヒートテック着させて、この辺のなんかまあそうだね。でラッキーボーイか、いやこういう防御系のやつがいいな。そう、うーん難しい。ゴールドシールドあげよう。じゃあね、亀次郎に、いや本当に眠くなってきた。いいかい？え、何が？横になって。いいわけねえじゃん。何これ拷問？あ、秋葉原メイって子が入ってきたよ。メイドさんだ、料理人だって。へえ。かわいい。あれは何？じゃあ素敵な包丁を着た。能力はそんな高くないけどいいね。がっつり装備じゃあ。この子にまたプレゼントしてあげよう、うん、いやちょっと今ねなかなかその派手なシーンじゃないから辛いかもしれないけど。そうなんだよ。あやったロマニクスがすごいって。武器あげたから喜んでくれて。よしじゃあここに住んでいいよ。めっちゃ日当たり悪いけどな。うん、ということでじゃあちょっと今日一旦今どんなもんか全部一個一個利益見ていきましょうか。あカジノ結構溜まってきましたねこの辺ね。おあマイホームできましたよ。まあ月だからな。あロドリゲス結構強くなってきたな。いや図書館紹介してもらった。そんなことあるんだ。図書館建てられんだ。どこに建てます。図書館いらねえだろ。いやいるよ。えいるだろ。だって図書館とか多分すごいあれなはず。なんか能力アップみたいなのができるはず。本当に、うん、でも村人たちに知識つけさせたくねえから。閉鎖された空間でさ、なんで文書工事の考え方、限られた情報だけ与えてさ。これが唯一の幸せと思い込ませる。あーでも確かにぶっちゃけた話、だったら博物館連打した方が。そうだね、魔法研究所とかでいいじゃんってなっちゃうな。うんまあ無理に建てることないか。うん結構好みによるあれでしたね。そうだな。あれかな、なんか俺あの金が儲かるやつばっかり立てすぎて、うん、あなんか能力が能力アップの店を立ててなかったかもしれない。それはありえるかもね。あ起きてください。だからもっとなんか能力アップのやつとかも結構立てていかなきゃいけないのかもしれないですね、うん、言うよ。何言うよ。何が言うから話してくれ。いや拷問全部話すから許してくれ。拷問じゃねえんだぜ。おわマックスになりつつあるね。まあいいよじゃあもうね、お休みましょう。すいませんありがとうございます。じゃあまたにしましょう。次最高のポテンシャルで頑張ります。最終回までやりますんで、いいっすね、お疲れ様です。もうやだなんで眠いんだろう。寝たくね。永遠の命を、永遠の活動を。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。